の前にいるよ。やっぱ九州ってすげえですね。9時40分発で行ってきます。無事到着しました。青い。一覧ビルある。昨日見てたやつね。いい感じ。あれ超人だったな。昨日夜も来たんですけどね、屋台があったような気がするんですけど。昼間は全焼。また昼の顔と夜の顔が違う中洲が。散歩していきたいと思います。前にいるよ。このやっぱ九州ってすげえですね。やば。クロダイですもん。ちょっともうちょっと明確に指さしてもらって。あ、近っ。祇園の近くの何神社っていうんですかね。串田神社。あ、本当だ。串田神社。町屋ホール、町屋塔、町屋さん、町屋さん。何？なんか木造の大仏があるって書いてある。なんかでかいですね。ここめちゃめちゃでかい。珍しい六角塔みたいな。
もあるみたいな。新本州のこれと一番最初のお寺なんです。初めての。はい。空海さんが、はい、空海さん、はい、30歳の時、804年に中国に行って、20年かかる修行をたった2年で終わらせて、806年に帰ってくるんですね。で、たくさんの経典とか仏像を、これが博多の昔の博多と現在の博多と混ぜ合わせた地図なんですが、こっち側が博多駅、駅、はい、こっちが海側、でここが昔の大陸だったんですが、あの博多の町なんですが、ここが海やったんですけど、あ、そうなんですね。いらっしゃる。冷蔵庫のつながりで、はい、この下、九州88カ所巡りの集約スポット。集約。簡易版みたいな。何個目か。3つ目。徒歩で歩いて3つ行けるってなかなかすごい。確かに。大した距離でもないし。見かけたら入るみたいな感じ。そして全部こうやって撮ってるけど、ほぼカットです。編集者もろさんですけど、ね、大体カットです、ね。いろいろ回ってきて博多駅戻ってきました。ちょっと名残惜しいですけど、これから東京帰ります。